どうも、超人予備校の山名です。今年一発目の超人予備校ですけども、ショートアクトバトル2013という公演に出ます。これはですね、20分間の演劇バトルというやつで、ちょっとリングスに似てるんですけども、今回はこれバトルという言葉が入ってるように、対決になります。で、超人予備校は、今回カメハウスさんとカノトさんと同じグループになってまして、結構濃いグループになってるんですけども、で、超人予備校は、リンクス東京でやりました絶滅さんっていうやつを今回、リニューアルいたしましてやります。絶滅さんは、内容が結構関西寄りの内容だったんで、これ東京でやりましたらみんなポカーンとされた内容なんですけど、多分、大阪でやりますと、皆さん知ってるネタも入ってるんで、より楽しめるんじゃないかなと思います。場所が、B スクエアというところで、この電撃キネマトロンのすぐそばのところなんですけど、詳しいことはホームページをご覧ください。で、予選ラウンドが、一般2000円、これ前売りと当日同料金になってます。で、学生さんは1500円です。で、予選ラウンドを勝ち抜けますと今度決勝ラウンドになるんですけど、こちらは、2500円になります。学生さんも同じで1500円。ただし、予選ラウンドの半券を提示していただくと、決勝ラウンドは一般料金から500円オフになってます。これは皆さん、見に来ていただいた皆さんの投票で、決勝ラウンドを勝ち抜いて、予選ラウンドを勝ち抜いて決勝に行けるというような内容になってますので、ぜひ見に来ていただいて超人予備校を応援していただくとありがたいなと考えております。以上です。よろしくお願いします。